みなさん、おはようございます。そしてみなさんの新旧入園おめでとうございます。ありがとうございます。今日はね、昨日とは打って変わっていいお天気になってきました。でもね、ちょっとまだ冷たいようで、一定の桜の花もね、もう少しかなという感じです。でも今日一日、お日様が照ってくれると、に咲き始めてくれるかもしれません。みんなもね、入園進級をお祝いしてくれてるようです。これから1年間、皆さんは阿蘇川保育園で過ごしていきます。先生の言われること、大人たちと仲良くして元気で楽しく過ごしてもらったらなと思います。でもね、生活をしていく上の中で楽しいこと、嬉しいことばかりではありません。苦しいことやね、悲しいこと、辛いこともあるかもしれないけれど、そんな時は大人たちと手を取り合ってね、みんなでその苦しいこと、悲しいこと、辛いことを乗り越えてね、楽しい一日一日を過ごしてもらったらと思います。新しく桜組さん入ってきました。菊組さん、恵組さん、桜組さんのことよろしくお願いします。いいですか、桜組さんもね、初めてこの飛鳥保育園に来て、わからないことがあるかもしれないけれど、菊組さんや梅組さんにね、いろいろ教えてもらって、早く人と会うことに慣れてね、楽しく過ごしてください。できますか？はい！元気がいいね。また、魔王の今の元気をね、先生たちも習って、毎日毎日元気で、みんなとお遊びしたり、ね、いろいろなことを学んだりしてもらったらいいなと思います。体験したりして、過ごさせてもらったらと思います。よろしくお願いをいたします。ご家の皆様方には後ほどまたご挨拶させていただきます。